テレシーズは、静岡県の富士テレビ系列の放送局、テレビ静岡のマスコットキャラクター。2003年、テレビ静岡が、ロゴ変更した時に採用されたキャラクター。2020年に、静岡朝日テレビが、コこマルとデビマルの使用を終了したために、静岡県の民放で唯一使用されている、マスコットキャラクターとなった。シーズ県をモチーフにし、 頭が富士山の形をした男の子である。種類は、スト公式ページによると、有山るい藤目犬かである。好奇心旺盛で少しやんちゃ。趣味はサッカー。はっきよい。関取くん、のっぽとっぽちゃん、青ゾーラ、ご飯じゃわん、スパーキーほか、多数のキャラクターをデザインしている、西塚克行によるもの。2005年、ファミリーマートとの共同企画により、 テレシーズを使用したアイスバートおにぎりが販売された。静鉄ジャストライン、当時営業所のバス1台にテレシーズのラッピング広告が施されている。前述した通り、静岡県の民放でマスコットキャラクターを使用しているのはテレビ静岡のテレシーズだけである。2017年頃から笑顔、ピ,ピピピ、テレシーズからハイシーズテレシーズに変更となっている。 テレビ静岡ファミリーマートのコラボレーション企画テレビ静岡キャラクターテレシーズを初めて商品化7月12日より発売2005年6月24日ニュースリリースファミリーマート2015年4月から7月頃2020年4から6月頃にテレシーズと同じアリア悪い藤目犬科の御殿婆さん浜松婆さんのそれぞれ2つの復刻 CM が放映された 2015年と2020年は、最後の部分が変更になっている。2015年は、テレビ静岡、お話しましょうだったのが2020年は、はい、シーズテレシズになっており、同時に新型コロナウイルスの流行で、静岡県内も感染者が増えていたため、距離を取ろう、手を洗おうなどのテロップが追加されている。また、てっぺん、でもモテンバーさんについて詳しく紹介された。 ありがとうございます。